ベガス。私はですね、今ですね、2週間ほど西海岸に来てまして、ラスベガスで2泊、そしてユタとアリゾナをパンパンパンといろいろグランドサークル回って、またラスベガスに車を返しに戻ってきてます。で、ラスベガスプリマムアウトレットに今日はやってきました。いやなので、どんな感じかちょっと見ながらですね、いいお店があったらちょっと入っていきたいなと思います。こんな感じです。広いね、やっぱラスベガスは何でも規格外。この言葉何回も言ってるわ。コロンビア、どこから行くのがいいかな。ちょっといいとこ見つけたらビデオ回しますね。カネチャンネルです。歩いていたら、なんとこのアウトレットの中にブリングイットバックっていうスニーカーショップを見つけました。ちょっと入ってみましょうよ。お金、すげえお金が売ってるなんか特にめちゃくちゃハイブなものがあってやばいですみたいなのはないかなと思いますけども。わー、グッチ$320。え、これ本当？グッチって$320ぐらいで買えるの？ Yes, great, thank you. There we go. 同じ T シャツ着てるお兄ちゃんになっちゃった。サンドドリフト、ジョーダンミッド SE、 この色はいいな。レザーとキャンバス生地、はいはい、結構なんか雑置きだね。ダダダダダダダって、ダンクロープリズムピンク、へえ、何これ、毛生えてる、なんか見える、レスポンスシールナイス 8.5。面白い、なかなかバラエティ豊かでしたね。あ、ナイキが見えたぜ、シャリーン。めっちゃ奥です。やっぱこういうとこにあるんだね。結構探したんだけど、あ、ニューバランスもあった。よし、ニューバランスも一応行っとくか。一応行っとこう、行っとこう。はい、ナイキかわいいじゃん。キュッキュのような HIおー、720とか70ドルで1300。わお、80ドル、327、うえー、意外といいんじゃないの。574574、なんかふわふわだ。990V5、だいたいニューバランスのアウトレットはどこも置いてあるものが一緒かな。ナイキが見えてきたのでナイキ行っちゃおう。何ゲーキ、結構ナイキのね、大袋をね持って歩いてる人がいっぱいいたからいいはずなんだよ、品揃えいいはず。あ、おもちゃーかわいい、どうだどうだ、秋になりますからね、そろそろね。こちらの西海岸はそんなことを考えなくてもいいのかもしれないけど、ちょっと寒くなるでしょ。おー、これ面白い、かわいいじゃん。120ドルか。ちょっとメンズのアパレルアートで覗いてみると、知ってメンズ97、
リアフォースさんがちょいちょいありますね。バンダナちゃん、はあ、これちょっとデザインの質めっちゃいいやん。なんかパイル生地なんや。へえ、いいじゃないかな。これピクセル、これエアフォースワンピクセルっていうんだ。面白い。これはエアフォースワンシャドウ、ああシャドウになってるわけね。面白い。ナイキクレーターインパクト、ここ意外とね、たまにいいのがあったりとかするんです。ホワイトランニングシューズなんですけども、ジョーダンがたまにね、いいのがあったりするんです。ちょっと待ってくださいね、探しますから少々お待ちください、お客様。ないね。 OKOK、 じゃあちょっと待ってくださいね。こちらに行ってみましょう。だんだんね、私も探すのが早くなってきましたから。あちゃちゃ、ちょっと待って、いいのがありません、お客さん。どうしましょうか。キルショップツーレザー、これ、かわいい、ちょっとレトロで90万円や。90はありました。かわいいですね。あ、待って、フライイーズありきり75ドル。あらららら、ありますやんて、いろんな色がありましたやんて。あらら、なるほどなるほど、フライイーズあるの面白いじゃんね。これは125ドル、エアフォースワン、はい、ちょっとパンダっぽい。これこっちだよ、こうこうこうじゃないとうまく入れないでしょ。はい、綺麗。下にマップラパンがありました。マップラツンツンツン、 T シャツ19ドル。お、これこの間5番街にフェスアベニューにあったやつだ。クリアランスになってる。おお、このフルネックいいかも。いくらだ？あ、だ、まだ高かった、65ドル。なるほど、このお花はどこでも余ってるね。全米で余ってます。面白い、ふわ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 クリニック25ドル。これも面白いじゃん。 We've been doing it cute20% off タイダイロンティー。もしもしもんなんかいらないかなって思っちゃったり。ただいいじゃん、生地お下げ結構がっしりしてます。こんな感じですかね、こんな感じです。もうなんかね、ラスベガスね、てか西海岸本当に乾燥して暑すぎてね、もうね目の充血が止まらない。どうしよう、こんなことをナイキのアウトレットで大声で話すことじゃないと思うんだけど、もう目が乾いてしょうがないって。よし、ナイキありがとう、バイバーイ。けっ、ラスベガス、ラスベガスって感じ。イケイケです、イケイケです、イケイケラスベガス、スス。あ、こういうね、買ってってね、家族とかにね、友達とかにね、同級生とかに買ってってさ、学校で渡したりとかして、みんなが冷蔵庫に貼ってくれるよね、こういうのね。わ、これちょっと濃いな。こんなもんすね。よし。見てくれてありがとうね。はい、ということでアウトレットこんな感じでした。やっぱニューヨークとラスベガスで置いてあるものがちょっとずつ違うのが結構面白いのと、あとはアパレルとかも基本的にやっぱ夏服しか置いてなかったりとかね。ニューヨークだったりとかしたらパーカーとかクルネとかフーディーとか結構多めに置いたりとかするんですけども、そういうのもね、需要と供給うまく見ながらやってますわな。そういう感じですね。それでは本日も動画見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンとコメントもぜひよろしくお願いします。日本のアウトレット事情とかね、あのもしよかったら、もし最近行った方がいたら教えていただけたら嬉しいなと思います。結構ナイキというかね、こっちのアウトレットは同じものも置いてあるけども種類は豊富かなっていう印象なんだよね。なんかそことそれが日本とどう違うかなみたいな感じですね。はい、そんな感じでございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.